ボンジュア、おはようございます。はい、今回のビデオでは花嫁移民という、まあ、制度で日本からブラジルに来られたこちらのお二人にちょっとお話を聞いていこうと思います。それでは武智智子さんと荒木紀子さんです。はい、ちょっとよろしくお願いします。まあ、現在カウダスノーバスってとこにあるホテル太陽っていうところに来ていて、ここで今ですね、朝からお散歩を一緒にしてきて、で、まあ、そこで散歩しながらですね、まあ、いろいろと二人のことを聞かせてもらったんですけど、まあ、お二人は25歳の頃に日本からブラジルに来られたということで、で武智さんは1960年、で最初に入られたのはサンパウロのアチバイアの近くですか。で、その後、アチバイア。アチバイア、1年してアチバイア。で、荒木さんは、直接ブラジル。ブラジル、1965年。78年ですよ。78年にブラジルに行かれた。お二人が来られた時代ですね、1960年代っていうんですかね。1964年に、まあ、東京オリンピックがあって、はい、その東京オリンピックの前までは、ちょっと日本もいろいろと難しい状況だったんですね、今。お話聞いたんですけど、なかなか生活が大変でしたね。そういうのもあって、その時代にブラジルに行ったりとか海外に出る方がもう多かった。中国人というのは農家の、はい、次男さんなんていうかね、はい、長男がするでしょ、はい、だから次男さんが途中5年目のね、それでも、はい、その救済策として、あ、そういうことなんですね。だからこちらに来てるのはみんな次男以下ですね、はい、長男はうちを連れっていうこと。1950年とか1960年ぐらいの政策、政策といいますか。私の時期が55年に来ましたから。55年。それが一番最初ですね。55年が一番最初です、ね。はい。こちら政府の制度に来たのが。あ、そうなんですね。で、こちらの組合がそういう制度を作って、日本の人をもっと呼んでっていう。はい。で、今お話に出たこちら青年。こちら組合っていうのも、こちら青年の組合もすごい、まあ、ブラジルの日系社会ではもう有名な組合なんですけど、まあ、そちらの制度で、このお二人は、まあ、花嫁移民という形ですね。最初にお話ししたんですけど、先に旦那さんはブラジルでもう何年か働かれてた。で、そこでブラジルにいる男性と日本にいる女性の方を紹介しられて、 お見合いっていうような形ですね。はい、何ヶ月、何年か文通でいろいろお話しした後に、はい、申しますっていうことで、そう、日本で籍を入れて、そうしないと呼び寄せられないから。分かりました。まあ、そういった形で結婚、籍を入れられて、こちらに来られて、ブラジルで結婚生活をスタートさせられて、はい、でも現在までブラジルで、ご家族ももう結構ですね、はい、はい、まあ、そういった方が来られた時代ですね。まだ1960年代も飛行機での、その移民ではなくて船で、まだ何日間ぐらいかかる？45日間。ハワイを取って、はい、でアメリカ。じゃあ途中でもいろんな港に寄って行くってことですね。そうそう、ああ。飛行地でね。はいはいはい。で観光しました。ああ、そうですね。ちょっとご紹介遅れたんですけど、武智さんは四国の愛媛県ご出身ということで、はい、愛媛県でその25歳までずっと育たれて、その栄光をこちらに来られたということで、で荒木さんは東京。はい、ちょっとですね、まあ、さっき話聞いてたのが、日本から出るとき、あんまり不安がなかったっていうふうに、全然、全然なかった、それ、僕、ちょっとびっくりしたんですよね、その時代だって。一緒に来た人の中では、もう泣いてる人いましたからね、船が、あ、いろいろ出るときね、はいはいはい、私は全然、喜びさんで、あ、そうなんですね、まあ、親も見送りに来てましたけどね。はい、また新しい人生が始まったというか、まあ、人によってですね、そうやって悲しくて泣かれる方もいれば、もうブラジルを楽しみに行かれる方もって、大体日本から進んでね、そう、ただ入った後の生活なんかも日本に比べたら不便ですけどね、そういうことは全然苦にならなかったですよね、はい、だけどそういうことは全然苦にならなかったですね。あ、最初のうちは不便だったけどってことですね。でもブラジリアはそのちょっと違ってその森を森林をね伐採したりとかそういう大きい仕事はなかったから、うん、昔の移民の人みたいにね、はいはい、そんなに苦労はしなかったです、うん、途中店には4年間元入った頭のところで、はい、あの働く義務があったんですね、はいはい、でそれが4年過ぎから独立できるわけです、まあ、途中で逃げ出す人もいたけども、はい、あ、じゃあ最初は土地を持ってるブラジル人のところで
日本人とは限らない。あ、もう日系人もいるし。日本人のパトロンのところでいろいろ飲む仕方やブラジルの生活を習うわけね。習いながら仕事をして、はい、で4年してある程度資金が貯まったら、はい、独立して自分で土地を買うなり買うなりしてね、はい、あ、そういう制度だったんですね。そうなんです、ね、今が伝えても上がらないはい、それではいろいろとお話を聞かせてください。ありがとうございました。はい、まあ、ブラジルにはですね、本当にいろんな形で日本から、ブラジルに移って来られた方々がおられますんで、まあ、ぜひとも興味のある方は、まあ、今インターネットとかね、いろいろ調べたらいろんな情報があると、ありますよね、いろいろ、はい、あると思いますんで、ぜひ調べていただけたらなと思います。はい、それでは、ムイトオブリガード、チャオチャオ、ありがとうございました。